ラーワルピンディは、パキスタン北部パンジャーブ州北端にある都市、ポトワール高原にあり、イスラマガードの南約10キロメートルに位置する。地元では短く、ピンディとも呼ぶ、北部パキスタンの商工業の中心地で、パキスタン陸軍司令部や情報機関が置かれる、軍事都市でもある。陸軍医科大学や、ファーティマジンナー女子大学などの大学がある。 カラーチーからイスラマバードへの遷都が完了するまでの1960年から1966年にかけて仮の首都が置かれていたイスラマバードが建設されたこの期間に急成長を遂げ人口では18万人から300万人を超えパキスタンで第3位の都市になったラーワルピンデリーの北西3 5トルに世界遺産の仏教遺跡の滝しがある この地は5世紀にエフタルの侵入を受け、その後は荒廃したままだった。10世紀にガズナーサのマフムードがこの地に入るが脚光を浴びることはなかった。1765年、シク教徒がこの地を支配すると貿易商人らが住み着くようになる。19世紀初頭、シュジャーシャーはラーワルピンディで亡命生活を過ごした。1849年、イギリスがこの地を占領し、 マリーが夏の首都になると1851年にその駐屯地が設けられた。1860年にはマリーブルワリーが建設された。1886年にはノースウェスタン鉄道も開通。イギリス領インド帝国でも最大級の軍事施設になった。ペシャーワルに鉄道が伸びるようになると商業の面でも発展した。現在のラーワルピンディは 近郊の首都イスラマバードが整備された人口都市であるのに対し、生活感のあふれる都市である。目抜き通りのベーナズイール仏陶通りは独立後の政治的な出来事の物体となってきた。1951年初めに独立後のパキスタンの初代首相、リアーカトアディーハーンのカシミール問題への対応が、生ぬるいとして、アクバルカーン陸軍少将を中心として、クーデターが企てられ、 計画は中止になったが当局に発覚し、3月9日から合計13名が逮捕された。この逮捕者の中に、ウルドゥ文学を代表する詩人ファイズ・アハマド・ファイズが含まれていた。1951年10月16日、首相のリアーカト・アリー・ハーンは、市内のマリード、この地は彼の名をとってリアーカト公園となっている。1979年、 大統領だったズルフィカール・アリー・ブットが、公主刑に処されたのはラーワ二千三年十二月十四日、ラーワル・ピンディー郊外の橋が、ムシャラフ大統領の車列が通過した直後に爆破される暗殺未遂事件が発生したが、大統領らに被害はなかった。それから間もない12月25日には、またも、ムシャラフ大統領の車列めがけて、爆弾を積載した車両が突入する自爆テロ事件が、 発生、やはり大統領らは被害を受けなかったが、市民14人が死亡する惨事となった。ベーナズ・イール仏島暗殺現場のメモリアルまた、2007年12月27日、リアーカト公園でのパキスタン人民党支持者の選挙集会に参加しようとした元首相、ベーナズ・イール仏島は、直前に発生した自爆テロで集会が中止となり、公園を車で立ち去ろうとした際に銃撃され、暗殺された。 直接の死因は、銃撃によるものか、直後に犯人が自爆した爆発によるものかは、今も不明である。市内には、イギリス植民地様式の駅舎が、特徴のラーワルピンディ駅があり、当駅を経由して、ペシャーワルから地間を連絡する列車が、運行されている。市内には、ベナジルブット国際空港があったが、2018年5月に、民間便は、イスラマバード国際空港に移転した。 ありがとうございます。